ワンピース、星に。海オール類を食料にするくらい強い引退した戦意と比較してクソ雑魚地域であるイーストブルーの海オール類に腕を引きちぎられるくらいのクソ雑魚なめくじな。赤髪のシャンクスに命を助けてもらってゴム人間にしてもらった麦わらのルフィが超絶強い一般人を犯罪者になろうと誘惑して海賊王と呼ばれる犯罪者になるシナリオ。別にワンピースが嫌いだからこんな感じのあらすじを喋っているわけではなくて、国民的漫画のあらすじなんて言わなくても圧倒的大多数は知っているから、普通にあらすじ喋ったら何も面白くないからこんな感じのあらすじを喋ることにしたのぜ。これだけは真実を伝えたかった。この漫画のすごいところは漫画家がものすごい努力家だということが見て取れるところ。ボクシー海賊団編あたりから画力がめちゃんこ上がって普通に絵の上手な漫画家になったところとか。それ以前はカメラアングルをいじって奇抜な演出をすることで画力のなさを補っていたのぜ。もう一つは矛盾はたくさんあるが、初期にジンベイの名前を出しておいてちゃんとジンベイ出すとか、アニメーターがこんな能力者を使いたいってこととかに対して、それ後で出す予定なんで使わないでくださいといった最後のオチまである程度考えているところだったり、大工を仲間にするときに候補をたくさん出すが全部予測を外すようなシナリオにしたり、なんとかハウスが大好きで山郷さんとリアルタイムでクズメスのゴシップの言い合いをするくらい性格が歪んでいるところとかがすごい。ちなみにハンターハンターとワンピースは同時期に連載がスタートしたので、それ以上いけない。